い、それでは早速始めていきたいと思います。それではファンデーションからです。こちら最近買ってめっちゃお気に入りのファンデーションです。クリオのキルカワーグロークッションの03番を使っていきます。こちら SPF50+ PA4+ なのですごく最強な、これからの季節にぴったりなクッションファンデで、これ今すごい流行ってるんですけど、このクッションファンデのいろんな YouTube とかを見て使ってる人とかの動画とかインスタとかでいっぱい検索して、めっちゃお肌質がすごい良くなってて買ってみたんですけど、めっちゃ最強で最近毎日これ使ってます。3色あって真ん中の色にしたんですけど、やっぱり韓国コスメもちょっと明るくて、もう一個暗いやつでも良かったかなと思ったんですけど、クッションファンデの性能がすごいレベルアップしてる感じのイメージですね。はい、それでは続いてコンシーラーに入っていきます。使うのはこちらです。ザ・セムのコンシーラーの 1.5 番を使っていきます。もうなくなりそうだったので最近新しいのを買いました。なんかすっぴんのこの感じで浴衣を着てると本当に温泉旅行の次の日の朝って感じのテンションじゃないですか。浴衣着てちょっとメイクし始めるってオフ感ありますね。オフ感ありますよね。最近コスメが安定してきちゃいました。今日ファンデーションとかはちょっと新しいの使うけど、他は結構好きなものばっかり。はい、続いて眉毛です。リセのカラーリングアイブロウパウダーの BR の4番を使っていきます。新しく買ったヘアオイルの話しましたっけ？してないかも。しないでしたっけ？はい。オーっていうやつ買ったんですよ。オー？オー。え、聞いてないの？めっちゃいいっす。らしいです、皆さん。どういいんですか？プロダクトってあるじゃないですか。はい。プロダクトと匂いとかを見た感じなんですけど、プロダクトよりベタつかないです。へぇ、使ってるんですか？今使ってます。ヘアオイルとヘアバーム、バームもあって。バーム、良さそう。超いいっす。どこで売ってるんですか？コスメですよ、僕の。コスメキッチン。あ、コスメキッチンです。分かっちゃった。和服なので、眉毛はちょっと太めの方が可愛いな。太めにしっかりと描きます。眉毛終わりました。そしたら最近、眉マスカラをこっちも使ってて。リセのカラーリングアイブロウの BR の4番を使っていきます。今日髪の毛をオレンジにしてきたので、今までバーガンディ使ってたんですけど、ちょっと今日はオレンジブラウンっぽい眉マスカラにします。はい、眉毛終わりました。先に薄めにリップ塗っちゃおうか。唇がカサカサしてるから、こちらを使っていきます。スックのエクストラグローリップスティックの08番を使っていきます。上からリップのせるんですけど、先にベースで、ポンと押しておきます。はい、アイメイクに入っていきます。最近はなんか浴衣の時もそうなんですけど、普段のメイクも結構この色を使ってます。 3CE のビーチミューズの、前までこのオレンジを使ってたんですけど、最近この右側のブラウンっぽいラメ、意外とこれがすごいオレンジなんですよ。ブラウンなんですけど、つけると発色がまた変わって見えて、意外とこういう感じのオレンジに見える。つけた時に派手にならないんですよね。発色がすごい良くて、結構色持ちもいいので、こういうオレンジとかってすぐ落ちちゃうっていうか、こう落ちやすいんですけど、このラーメンめっちゃずっと残ってくるので、写真とかが盛りやすいかも。浴衣着るとやっぱ写真とかいっぱい撮ると思うので、色物がやっぱ残ってた方が可愛いので、わかるかな、なんかブラウンよりよりどっちかというとオレンジなんですよね。今日とこのアイシャドウ2個目なんですけど、
家で使う用と持ち歩く用買いました。びっくりした、なくなったのかと思いました。なくなってないですよ、早いですよ。これ全然なくならないもん。一生なくならないと思う。多分 3,4 年の夏は使えるぐらい。もっと使えるかも。ずっと使っていきたいっていうものほど2個持ちしたがるんですよね。撮影の時とかに持ち歩いたりするのと、家でメイクしたりするの、毎日化粧品持ってくので、あ、置いてきちゃったみたいなよくあるんで、そういうために。あ、全然それ持ち歩かない。あれねみたいな。そしたらですね、続いて同じ色を下にも塗っていきます。めっちゃこの色可愛いんですよね、最近の眉毛も。変わんなく見えると思うんですけど、これからちょっと出されていくので待っててください。最近こういう一色でこう終わるメイクが多かったと思うんですけど、上と下同じ色に合わせるとか。そしたらですね、続いてこの真ん中の濃い赤茶っぽい色をちょっと目を少し大きく見せたいので、この目尻のところに結構しっかりめに色を入れます。うん、こんな感じ。そしたら今の色をですね、上のまぶたのアイライン代わりに引いていきます。はい、そしたらアイラインに入っていきます。いつもマスカラ終わった後とかにやったりするんですけど、最近はマスカラ前にアイラインをちょっと引いてたりします。のマイブームのラインの引き方はちょっと下げて、いつもこういう下げ目で終わりなんですけど、最近はちょっと下げてあげるみたいな、こういうアイラインにはまってます。ネクタイ側も引いていきます。全然コスメ紹介してなかった、やば。 YouTuber 失格かもしれない、ごめんなさい。普通のお家でメイクする気分でした、ごめんなさい。ラブライナーの R2BABR だからブラックブラウンです。下げてから目尻をちょっと上げる、こういう感じ。こんな感じです。はい、そしたらビューラーします。いつもの下地を使っていきます。エレガンスのカールラッシュフィクサーです。ちょっと前までメイクスランプになっちゃってたんですけど、最近やっとまた落ち着きました。それはなんか理由が分かったんですけど、はい、知りたいですか？まあちょっと知りたい。じゃあ言わない。知りたい。言わない。マスカラします。あ、これも言ってなかった、ヘレナのコブラブラックです。やばい、ちょっと久しぶりすぎてメイク動画。そうですよね。はい、ちょっとその迷宮脱出したやつ教えてください。嫌です。なんでですか？知りたがってますよ、ノーティーズだって。ユキさんはちょっと知りたいんですよね。いや、知りたい。ノーティーズ知りたがっててもユキさんのそのちょっと知りたいで言う気なくなっちゃう。いや、ごめんなさい。ノーティーズに責められるよ。マスカラ綺麗ですね。いつに思わせて。そう言って言わせようとしてる作戦。いつに思わせて。綺麗ですね、本当に。皆さん、こういう人に騙されちゃダメ。はい、マスカラ終わりました。こんな感じです。やっぱファンデーション分かりますか？ちょっとツヤっぽいの。このクッションファンデはマットでもないし、グロータイプなんですけど、嫌なベタベタ感がないんですよね。しっかりカバーしてくれて、いい感じのツヤを出してくれるクッションファンデで。気になるところはパウダーもこれ新しく買ったんですけど、これ今韓国でめっちゃ流行ってるらしくて、韓国好きの江野さんまなみちゃんがこれ韓国の人めっちゃ使ってるよって教えてくれて買いました。イニスフリーのノーシーバムミネラルパウダーですね。これの韓国人の人は前髪につけてるらしいんですよ。撮影とかでもメイクさんがよくベビーパウダーを使うんですね、皆さん。
あんまり知らないと思うんですけど、夏とかベタベタするじゃないですか、はい、ちょっと今オイルついてるので前髪ベタベタしてるんですけど、ベタンコになっちゃった前髪とかをベビーパウダーをこう手につけてこうやってやったりとか、あとパウダーのパフのとこにこうついてるじゃないですか、パウダーが。それをこのままポン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 ってやるとオイルのベタベタ感がなくなるんですよ。だからちょっとセットしやすくなったりするんですね。こうやってこういう風にやる人いるんですけど、メイクさんとかで。あんま今つけてないんですけど、しっかりつけてあげるとこのベタつきがなくなるんですよ。だから韓国人の人が持ってるらしいですよ、今。すいません、はい、気になるんですけど、次いきます。顔になるところだけこれで押さえてあげて、はい、続いてチークに入っていきます。使うのはこちらです。パステルブレッシャーの CR の03番を使っていきます。このチークがめっちゃ可愛くて、これもなんか1000円しないぐらいのプチプラコスメでした。韓国のコスメって結構新大久保とか安く売ってたりするので、最近またチークにハマってて、何がいいかってやっぱポイントが一つ増えるので顔に盛れる。そしたら続いてちょっと戻っちゃうんですけど、目元に戻ります。クリオのプリズムエアーシャドウパークリングの16番を使っていきます。涙袋にのせます。めっちゃキラキラ。わかります？これもね、ちょっとめっちゃバズってるアイシャドウで、これマジでおすすめ。ノンジンの方からいただいたんですけど、マジで可愛い。これ本当にこれつけてるとどこのアイシャドウですかってめっちゃ聞かれる。アイホールにも上に乗せてあげます。さらに目がキラキラにこのシャドウのこれでなります。わかるかな、いきます。うわ、キラキラっすね。わかりますか、これつけると漏れます。そしたらちょっと鼻高に見せたいので、ディオールバックステージコントゥールパレットの001番の左下のこの色を取ってノーズシャドウを描いていきます。ほんと毎日メイクだ、私の浴衣だけど。最近の、そう最近の毎日メイク、やっぱり浴衣でもモデルメイクしたいじゃないですか。で今ちょっと自分の中でこれだってちょっと安定してきたメイクをやってみました。迷宮から脱出したんですもんね。はい、めっちゃ鼻高くなって、なりました。マジですごくないですか。すごいですね。もう最近メイク楽しすぎて、ひたすら私時間あるとこういう感じでメイクしてます。マジでこれおすすめですよ。はい、そしたらですね、最後にチークに、あ、チークじゃない最後にリップに入っていきます。もうこれも最近超お気に入りで初出しかもしれない、 3CE のヴィンテージブリック。マジで可愛いです、この色。はい、こちらの色をのせていきます。めっちゃ発色いいのでちょっとのせすぎ注意なんですけど、さっきみたいにベースにリップとか塗っといた方がパサパサしない、結構乾燥しやすいから。でもそれでも使いたいんですよね、このリップ。忘れてた、インラインを引いていなかったです、ごめんなさい。ケイトのレアフィットジェルペンシルの BR の2番を使っていきます。なんか目元のインパクトがない、インライン引いてなかった。反対も引きます。最近はこのちょっと内側の方まで結構しっかりめに描いてます。はい、こんな感じです。はい、ということでメイク完成しました。イエーイ。はい、ということで浴衣メイクと言いつつ、今の私が浴衣を着るならこういうメイクをするっていうメイクだったんですけれども、こんな感じになりました。ちょっとさっき迷宮入りしてるって言ったじゃないですか。おしょうがないから教えちゃおう、やっとゆきさん。本当はゆきさんには聞かせたくないんですけど、何が違かったかっていうと、まあ、正直最近ちょっとやっぱり写真を撮る機会がなくて、なんかちょっとメイクとかがちょっと雑じゃないですけどちょっと手抜きだったっていう。例えばまあファンデーションとかも薄いのしかつけなかったりとか、アイラインとかもちょっとナチュラルにしようとか、やっぱりアイシャドウとかもしっかりやった方が可愛いし、アイラインもしっかりこう内側までこうキュッてやった方が目大きく見えるし、濃く見えちゃうかもしれないけど下にしっかりこうアイシャドウ入れてあげるとか、そういうことをしてたら漏れるっていうか、こう目が大きく見える、そういう意味で漏れたって思いました。だからメイク濃いの可愛くないですか。可
ヨキさんでも薄いメイク好きですよね。ナチュラル系。いや、もナチュラル系も好き。というかやっぱりそのしっかりメイクすること大事だなって思いました。リップとかも濃いの使ったりとか、ラメとかもしっかりのせたりとか、浴衣ヘアの動画も撮るのでそちらもよかったら見てみてください。それではよかった方はチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。それでは皆さん、おやすみ。ミルクティー、チョコバナナが食べたい。一瞬で消えます。え、消えるの？一瞬。電気が一瞬。ねえ、ヨキさんが正面に頭をぶつけた。消えまーす。はい、え、怖っ。何が好きですか、屋台で。危ない危ないって言いながらたこ焼き持ちながら食べたいです。何危ない危ないって。人いっぱいいるところでたこ焼き持つのって難しいじゃないですか。あれ、そうでもないかな。危ない危ないって言いながら食べたいの。そう、危ない危ない、熱い熱いって食べます。あー、食べたいんですね。お疲れ様でした。やけどしないでください。はい、お疲れ様でした。